からやってみるか。まあ、この辺の背からやっていきましょうかね。スイッターだ。これくれるか。かわいいですね。かわいいアリス。この子はね、だいぶ小さいです。ゆるいところに群れてるアユを狙ったんですけどね、流針がなかなか出ないんでね、水温の関係なのか、ちょっと朝方なんでまだちょっと水温低いような気もするね。照ってくればもっといいんじゃないかと。ちょっとこう水温上がってくるとヘチとか羽が見えると思うんですけどね、まだ見えないですね。来たよ。ちょっと良くなったね。うん。うぶし綺麗ですよね。3つ出てるよね。でもこれでもちょっと小さい感じですよね。ここのアユとしてはなかなか渋いね。なかなか渋い。なかなか渋い。あ、でも。ちょっと浅いところの開きにの方がいいのかなという。今入れたら一発でかかったんで、でも釣れると思ったんですけどね。まあ、徐々にね、水温が上がればもう少し追ってくるんじゃないかなという気がする。だいぶこう羽も出てきた感じですよね。ロッドはですね、そのアルティバ、のこれは今僕使ってるのはスピニングの 86L ってやつですね。で8ビート6インチで L パワーで、まあ若干こうティップがやるがめに作ってはあるんですけど、まあバットの方は結構強いので、まあ、コントロールは投げるコントロールだったり、まあ、引き抜きも楽なセレクトですね。でリールがこれはステラの2000番ですね。でメインラインが P の 0.65
を使ってます。でリーダーは今、フロの、6ポンドを使ってますね。長さはねだいたい2メーターぐらいを基準に考えてます、はい。でルアーは、これはエスケードの80ですけども、 80MDF と 100MDF をこう使い分けてやるっていう感じですね。で、フックはですね、まあ、いろいろ状況によって変えるんですけども、一番多いのはこういう、チラシになっている針ですね、これデコイ製のチラシ針を今は、チョイスして使ってますけども、まあ、魚の大きさとかその、まあ、追い方によって、サイズを少しずつ変えていったりっていうやり方ですかね。あとは、まあこのハリスのこのラインが、まあ、ナイロンだったりフローラだったりして、そのなんかいろいろ対応しなきゃいけないっていうふうには言われてますけど、まあ、基本的にはこういうチラシ針でいいんじゃないかなっていう気がしますね。エスケードには80と100という2つのサイズがあるんですけど、はい、これの使い分けってどのような形でやってるか。そうですね、基本的にはサイズを大きくしただけなんですけども、なので、河川の大きさ、まあ、川幅とか水深とか、そういったものに合わせてセレクトしてほしいかなって感じですね。まあ、小さくて浅いようなところ川であれば80でいいですし、若干こう太い川になって水深も出てくるようなところだったら100を使うような感じ、これが基本的な使い分けだと思います。エスケードにラインナップされている発色の色なんですけど、はい、例えばまあローテーションの必要性であったりとかっていう部分で、アユルアの色についてそうですね、まあ、大きく分けてこう3つあるんですけども、こう、まあ、シルバー系の、本当に、まあ、ホロだったり、あとはこうちょっと派手なホログラム、あとそれでエスケードの中にどうしても加えたかったのはこう中に板が入っている、やつを作りたかったので、その3つをこう使い分けている感じですね。で、じゃあこの状況ではこれがいいっていうなかなか明確には言えないんですけども、やっぱりその、まあ、時間帯によっては少し光が欲しい時間帯は少し派手めのホールを使ったりで、日中だったりこう少しプレッシャーが高いところではちょっと抑えめのマットのリフレクト板を使ったようなやつを使ったりはしてますけどね、はい。エスケードを設計するにあたって、まあ、基盤リップだったりとか、まあ、特徴的な要素がいっぱい入っていると思うんですけども、そこら辺に特にこうこれを開発、エスケードを開発していく中で、こぞというところがあれば教えてください。そうですね、かなり、まあ、作ろうって決めてから1年間は釣りしようと思って、とりあえず、まあ、アユを釣ったことがなかったので、ルアーを作りながら、まあ本当に一つずつこう、なんだろう、改良を重ねていったんですけども、まあ、最終的に基板のリップがいいなっていうふうに思ったので、基板リップにしたんですけども、まず第一にこう、まあ、誰が使っても使いやすくしたいなっていうのがあったので、まあ、これからルアーアユルアー始めようっていう人でも、まあ、下流にポンって投げて引いてきたりこうやってステイさせたりしていっても誰が使っても簡単に使えて釣れてでっていうのがまず一番大切かなと思ったので、まあ、そのためにはいろんなどうしたらいいかなっていうのを考えたときに、まあ、基板にはたどり着いたんですけどもね、なんで本当にこう使いやすい、自分で言うのもなんですけども、こう抵抗、まあ、水中に入った時の抵抗だったり、その根がかりしない
ことだったりっていうことを考えると、まあなかなか使いやすいルアーができたんじゃないかなとは自分でも思ってますよね。付け方、結構消耗品なので多めに持ってた方がいいかなっていう感じですし、まあ、常にこう竿先、針先がね、そこに当たるのでだいぶ丸まることもあるんですよね。濁ってしまうこともあるので頻繁にこう変えるような感じにはなるかなと思いますね。でここ、まあ、エスケードってこうここにね、針止めっていうのがついてるんで、ここに通して通して、まあこれでも止まるんですけども、ここをさらに一周回して止める感じですね。これで止まるので、これでいいと、ここ、まあ、輪っかつく二重にこう回転させて止めるっていう感じですね。でこれ長さは、友釣りの人はね、ここなんか2センチ5ミリとかいう話でしたけども、まあ、大体これぐらいかな。もうちょっと短くてもいいんですけど、大体このぐらいの、長さでいいんじゃないかな。で3本ついてますけども、まあこれ怒りバレでもいいですし、2本のチラシでもいいんですけど、まあ、3本一応つけときついてるって感じ。まあ、これが標準仕様でもあるんですけどね。本当に消耗品です。結構針先ダメになったり伸びたりすったり折れたりするので、今日も何か所かポイントを回ったんですけど、まあ、背があったり、トロがあったり、いろんなポイントがあるんですけど、操りをする上で、まず最初はこういうところがいいよっていうような場所があれば教えてください。そうですね、アユって本当に手軽に釣れる魚でもあるし、まあ、大体全域、早い背からもう浅い背、まあ、荒背だったりこういうトロだったり水深があるところ、もうあらゆるところにいることはいるんですけども、釣りやすいのはどちらで釣りやすいのはどっちかというと浅いところの魚で、若干こう流れがあるようなところ、まあこうちょっと波打ってる、表面が波打って石が入ってるようなところが一番使いやすいと思いますね、はい、そういうところはまず攻めていくっていうところ、流れがあるところ、背を見つけてその前後を釣っていくって感じですかね。最初に川を見て、ルアーを投げる方法っていうのはありますか？そうですね、まあエスケードの場合ですけども、基本的には、ダウンで釣るっていうのは基本になりますので、上流に立ってその下流に投げていくのが基本になりますね。で、まあそこの石が結構まあ大きくて、まあゴツゴツしてるような川底であると、まあダウンクロスに投げたりクロスに投げたりすると、まあそれでもいいんですけども、若干こう石の間に入って根掛かりする率が高くなるので、そういった川であればもう本当完全なダウンで釣っていくっていう感じですし、で、例えば小石が混じったり、割と、底が平坦な、川底であれば、まあ、もちろんダウンでもいいですし、若干クロスだったりダウンクロス気味に流して投げて、まあ、こう広く扇形に探っていくっていうのがいいんじゃないかなと思いますけどね。ルアーの基本的な操作方法はどんな形になりますか？そうですね、本当に上流から下流に向かって投げるんですけども、まあ、投げて着水したら、まあまず一つ大切なのは、まず
ここに針がついてるんですけども、この針がルアーに絡まないように投げなきゃいけないので、まあ、そこだけ丁寧に投げてもらって、まあ、着水させたら、あとはこう最終的には自分の方まで引いてくるんですけども、その引く速度だったりその時間をどのぐらいにするかっていうのはその日の状況によって違うんですね。なのでまずはこうあんまりこう早く引かないでゆっくりこうそこを、まあ、SKドってリップが長いのでボトムつけますね。でそこでついたら一旦こうステイさせて、そうするとこう浮くの で浮いたら今度また少しこう引いて、まあリールでもいい竿でもいいんですけど引いてまたこうそこにつけて、まあ、その繰り返しがまあ基本的な釣り方じゃないかなと思うんですけどね、まあ、ボトムを感じながら、まあ岩を感じながら、釣っていく。でフローティングなので浮き上がるんでそのボトムつけて今度は浮き上がらせて、それをこう、まあ、ゆっくりゆっくりやっていくのが基本的な使い方だと思いますね。針がかかった時に、うん、合わせを入れるね、ように感じてみてるんですけど、なんか、かかってなった時の鮎ならではの対処法とかっていうのはありますか？そうですね、反射的に合わせちゃうんですけども合わせなくていいと思いますね。で、まあ、テンションはかけてなきゃいけないんですけども、まあそのままこうじっと耐えるような感じですね。で、結構強くガンってくる時もありますし、意外とこうもぞっていうかコツっていう感じでこう食い上げるような、まあ、食い上げるとは言えないのかな、吹けるような感じの時もあるんで、その辺はこう常に、まあ、ラインの先だったり、まあ、感度をこう感じながら釣るっていうのが大切ですけどね、まあ、合わせは入れなくていいんじゃないかな。ただ少しこうぐっとこう、耐えて様子を見るっていう感じ、そのかかりどこによって水中にずっとこう、いてこう、まあ、回収する時もありますし、結構上に出ちゃう時もあるんで、それをこう見極めてこう上にバシバシ出ちゃうと結構バレる確率も高いので、なるべくこう水の中に抑えながらこう自分の方に、引き寄せて、それでランニングするっていうのがいいかなと思いますね。まあ、鮎釣りですね、うん、まあ、これから始める方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、ちょっとだけこんなところに注意しようみたいなのがあれば教えてください。うん、そうですね、まだ始まったばかりの釣りではあるので、まあ、知らない人もかなりいると思いますし、まあ、知らなきゃいけないルールもいっぱいあって、もちろん川ですので遊漁券が必要であるというのはもちろんなんですけども、まあ、川によってはアユルアーがダメだったり、アユルアーが良くてもリールがダメだったり、そういうルールが存在するので、その辺はこうそこの川のルールを守って、釣りをしていただくような形にはなるかな。そして、まあ、入漁券を買って、釣りをするとできるところであれば入漁券を買って、釣りをしなきゃいけないっていうことですかね。まあ、そのぐらいかな、守るべき注意点としては。アユ師との感覚ってどれぐらい取られるんですか？そうですね、僕はアユをやらないですけど、結構アユの人の邪魔にならないようなふうにはしているつもりなので、まあまあ下同じ姿勢というか同じポイントはまず入らないですし、まあ、アユの人が釣るところはもちろんいいポイントなんですけども、それ以外でもいいポイントはあるので、友釣りの人があえてやらないようなところでもアユはいるので、そういったところを探してやるっていうのもアユルアーの楽しみじゃないかなと思うんですけどもね。少しずつですね。あんまり焦ってダメだからつってスピードを上げるのは良くないんで、
から遅くなるんですね。浅いところがいいのかな。ちっちゃ。いや小さいね。なんか大きなのがいないように抜かれちゃったような気がするね、うん、困ったね。アユの人ってアプローチのいいとこに行くんですよね。やっぱり荷物が多いからね。魚の多いところだとどんどん入ってくるみたいだけど、そこまでこう魚影がないから、うん、抜けちゃうとそこに入ってくるまでに多少時間かかるんじゃないですかね。よし、やりだ。よし。真ん中が釣られちゃったんで、でもヘチはやっぱり残ってましたね、下がね。なんかこうハンデルっていうか岸際で追っかけてるのが見えたんですよね、魚をね。ハンデルやつが食うとは限らないような気もするので、逆になんかハンデないけど追い回すのに夢中なやつも結構いるんで、ルアーでトラウトやってるとたまにこう縁にかかるんですよね。縁にかかってくることがあって、それがようやく分かりました。なんでかっていうのはやっぱりこうルアー入れると追ってくるんですよね、ある程度ね。後ろから追ってくるんで、結構長い距離を追ってくることが多くて、かかんないんだけど、それがたまにかかるっていうのがこうその口にかかるっていうことなんだろうなと思って。いやでもあんま変わんない気がするな。うん、ここ小さいからやっぱり人が入るしね、差を届かないところがあると思う。ところがないと思うんでね、ほぼね、まあ、大変ですよね。相模側の方がもうちょっと規模が大きいんで探りきれない部分もあるから、釣りやすい。切れた。危なかった。すごい至近距離でかかったでしょ。うん、これができるんですよね、アユはね。これもいいアユだよ。綺麗だな。そう、対抗があるんですよ。あそこにいるの見える？3匹ぐらいいるんだよ。今かかったのここのアユなんですよ。ここもいたの知ってた。うん、ここにいたので、ここがテリトリーだったんですよね。で、ちょっと笹がこう出てるじゃないですか。まあ足か。その前ぐらいにこうハンデルのが見えるんですよね。3匹ぐらいいるかな。あれはなかなかかかんないんですけど。ああやってハンデルのは意外と釣れのこう何匹かでハンデルのは意外と釣れないんですよね、ルアーですね。今ハンデルね。見える。
ちょっと上っ側にいるね今ね。いるでしょう。わかりました。あれは群れの群れっちゃ群れなんで、あれはなかなかこう追ってこないですよね、ガンってね。今ここにいるのは単独だったんで、スーッと追ってきたですよね。いっぱいいると思ってやっても釣れない。わかんない。上手い人は釣れるかもしれないけど、うん、僕なんかじゃまだ釣れないので、でこれを釣るにはこうなんかステイさせといて、なんか。あの群れに紛れ込ませてするっていう感じじゃないかなと思うんですけどね。なんか追ってきたね、ちょっとね、うん、なんかスーッと追うんですよ、こうやって。その縄張りっていうよりか、なんかスーッて後を追う感じ。いろんなこうバリエーションがあるんですよね、こう釣れ方。なんかさっきみたいに浅いとこにいてこうブレてるやつを釣るっていうやり方もあるし、まあ、もちろん縄張りをね釣るっていうやり方もあるんだけど、縄張り持ってるやつは結構簡単に釣れるっちゃ簡単に釣れるんですけどね、ああいうのは難しいね。あ、まだ勉強中なんで。でもヘチにこう魚がね残ってるの分かったから、重点的に攻めていってもいいかもしれないですね。針はね、マメに交換した方がいいですね。刺さりのチェック、やっぱりこう曲がったり伸びたり、もうだいぶもう替え時ですよね。伸びちゃったり曲がったりしてるから、1日やったら何セットぐらい、分かんない、何セットかな。丸1日10セットは使うかな。10本は使うよね、楽勝で。今少しこうちょっと大きめの針と少し太めのラインとでやったので、今少し小さめに、なんかこの間聞いたら追いが悪い時は針を小さくした方がいいってその友釣りの先生に言われたので、ちょっと小さくしてラインも細くします。多分さ、あのルアーの動きが多少変わってくると思うんで、ちょっともう重かった気もしたんですよね、その80のスケードの80にしては針が重いかなと思ったんだけど、いいよ、いい愛。
来た。一発ですね。やってないんじゃないかな、ここら辺は。上の方がなんかね、雰囲気もあるし、こういうとこ逆にあのルアーにいいんじゃないかなと思うんですよね。友釣りの人とバッティングしないし。スペースした方がいいかな。少しそこにちゃんとつけた方がいいかもしれない。あんまり動かさない方がいい。動かした方がいい時と、こう石の上とかにステイさせた方がいい時とかあるんですよね。触んだよな。来た。追い節はしっかり出てるんですけど、ステイさせるとなんかこうまとわりついてくる感じはするね。ここは。多分その下すごくいいと思うんですよね。いやでも普通に釣れるんで嬉しいです。今までちょっと80の MDF でやったんですけども、100にしまして、少しサイズを大きくして攻めていこうかなと思ってますね。まあ、変えたのはやっぱりちょっとこっちの方が動きが緩慢っちゃ緩慢なんで、その底の方でステイさせて、誘うような感じ、そういうイメージですね。まあ、引き抵抗は、ね、同じようにあんまないので、フィーリングは同じように使えるんじゃないかなと。来た、もう一発来たね。入った途端に来ましたよ。よいしょ。一発来ました。これ太いね。綺麗だね。いい感じの石が入ってるからね。
見えた？そうそうそう、いい感じでいい鮎がついてて、いい鮎。え？ああ、いい鮎。今回北海道鮎、うん、いう形で釣ってたわけです。そうですね、初めて北海道のね鮎っていうのはもともと聞いてはいたんですけども、初めて来て、いやすごいいいなと思いましたね。うん、ほぼね天然鮎なんでしょうけど、すごいこう自然な感じが、変な風にじゃなくてすごい自然な感じがして、いいなと思って、もう至る所にこう鮎がいて、なんか本当に当たり前だけど、これが多分川の本来の風景なんじゃないかなっていうふうにしみじみ思ってますんで、でその中でこうのんびりこう釣りをしてきるっていうのは、なんか本当、皆さんがこう憧れて北海道今週からもね来られるっていうのも分かるなっていうふうに思いましたね。本当に楽しいですね。うん、